channel. If this is your first time, please smash that subscribe button and join the super crew. All right, guys, this, you guys can tell by the title below, this is the Joining to Biz Band 3. All right, guys, let's get right into the video. 吹奏楽の旅2012マーチング編。シングシングシングを激しく踊り続ける京都立花高校、全国大会出場12回、ここ2回は連続金賞の強豪校だ。だが昨年の結果は、京都立花高等学校吹奏楽部銀賞。あら、部員数は69人、100人を超えるバンドには勝てず銀賞に泣いた。来年はこの場で絶対にリベンジしてゴールド金賞を取って帰りたいと思います。ありがとうございます。去りゆく先輩にリベンジを誓った新ドラムメジャー山口彩さん。めっちゃ悔しかったです、うん、もっと徹底的にやるつもりです今年は。そしてこの春の新入部員は66人、全部員で114人、人数問題は解消された。だがコンテスト規定の今年の変更点に大問題があった。ピット楽器の禁止。ピット楽器とは床に置き演奏するドラムセットなどを指す。立花のシングシングシングは大型のピット楽器を加えることで迫力あるサウンドを実現してきた。しかし今年は全てを持ち運べる楽器に変えなくてはならなくなったのだ。しかも楽器がとりあえずないんですよ、うん、本校はお金がない、太鼓もボロボロですし、中でネジもコロコロ出てるんですよ。本番も出てますし、他のパートにも年季の入った楽器が出回っていた。そして楽器の数が足りないパートでは、先輩部員たちが可愛い後輩のために壊れかけた楽器を自力で修理しようと必死だった。テープは何で巻いてるの？これ割れてるんですよ。割れてる？はい。空気たまるの？やばい。やばくないこれ？やばいっす。辛い。やばいよね。だが楽器はボロでも情熱はピカピカ。入学して間もない新入部員に3年生は手分けしてマーチングの基礎を教え始めていた。足を出すときはかかとから、かかとこうやって上げれるとこまで、はい、で滑らかにつく。そうマーチングの全ては5メートルを8歩で歩くことから始まる。一歩の歩幅は 62.5 センチ。これは全国のマーチングをする人全員共通のルールだ。一人でもできない者がいれば隊列は乱れてしまう。続いての基礎練習はバランス。激しいステップを行うためには柔軟かつ強靭な下半身が必要だ。片足でしっかり体を支え、上げた足を開閉してバランス感覚を養う。新入部員の大半はマーチング未経験者。こんな練習はやったことがない。どうでした？辛い。辛い。カナンはお先真っ暗いなので。そして入部わずか1週間、1年生が皆振り付きで演奏の練習に励んでいる。毎年5月に行われるブラスエキスポに参加するためだ。立花の新入部員はここでのパレードがデビューとなる。通常はただ歩きながら演奏を行う場合が多いが、立花は振りをつけながらパレードをする。振り付けは譜面に書かれているわけではなく、各パートの先輩部員が口立てで伝える。打楽器パートにも重い楽器を抱えての振りがある。ブラスエキスポで立花はパレードだけでなくマーチングも披露する。これは全国大会経験者の 2,3 年生だけが出演予定だ。だが横山博文コーチはそこであることを試そうとしていた。1年生のパーカッションは楽器持たして、打楽器パートの1年生9人がシングシングシングの部分にだけ参加するよう指示された。横山コーチはピット楽器の禁止を見据え、持ち運び可能なバッテリー楽器を1年生に持たせコンテストの前哨戦とするつもりだ。ドラムセットなど一部の楽器を除いて打楽器パートはバスドラム、スネアドラムなどを体に装着して演奏している。
さらに手持ちシンバルをスネアドラム奏者に叩かせ、この先ドラムセットがなくなった時の対策としている。今日どうでした？嬉しかったです。楽しかった。にやけたな。なんか入れとか言う。急に。いや、何も言われてないです。突然時代が来ました。楽しかっためっちゃ楽しかった。よかった。嬉しい。めっちゃ嬉しい。そして次の週、今度は全部員揃ってのパレード練習が始まった。114名の大行列は先頭からしんがりまでおよそ100メートル。山口さんが発するいいよはもういいよの意味、決して褒め言葉ではない。アップワンツースリーの時点でもずれてしまってるから絶対パーカッション聞いて。はい。いや、楽器をハマるタイミングが全員で違うから絶対周りの2、3年生に1年生回すようにして。まだ歩くことさえままならない1年生たちへ、山口さんのいいよは果てしなく続く。歩みを止めては進み、全員はトラックを何周も回った。さっきから何の注意出てる？さっきから何の注意出てる？他は？他は？他は？イメトレしといて。イメージトレーニングとは、マーチングをしていない時も常に頭の中では動きと音楽のことを考え続けることだ。これを行えば練習していない間にも技術が向上するという。立花高校吹奏楽部の練習は朝7時開門と同時に始まる。3年生たち先輩部員は自分の練習そっちのけで後輩たちの面倒を見る。新1年生が育たなければ1週間後の本番に間に合わない。放課後、打楽器パートの3年生藤川ゆかり先輩がシンバル担当の1年生を見ていた。右の2人はマーチング用の小型のシンバル、左の原田ひなのさんは直径48センチのコンサート用のシンバルを持っている。両方は扱い方も振り付けも異なる。3人のリズムが合わない。できてる。これで1週間しかないやんか、ブラックまで。時間後にはもう本番終わってるし、今この状況どうすんの？もう絶対反省させて。自分のできてなさに気づいて、なんか自分に腹が立って、もっと練習してくださいと思って思います。するとその後、コンサート用シンバルの原田さんが藤川先輩を訪ねてきた。コンサート用シンバルの原田さんが藤川先輩を訪ねてきた。Oh, that's okay.
わかるですよ、ああいう気持ちが。だから去年もパーカッションやのにバンドのいつに入れられて下やからも何も言えないんですよ、それが嫌とか。だからめっちゃわかる。いよいよ明日はブラスエキスポ。練習を始めておよそ40日の1年生に余裕の表情は全くない。バンドを率いるリーダーには彼らがどう見えているのだろうか。イメトレブスの顔分かってる？自分らで。はい、はい、昨日と何変えた？毎日ちょっとずつでも進歩していかなあかんのじゃないの？はい、はい、今からの時間でもできることいっぱいあると思うし、一人一人もっと考えるようにして。はい。昼休み、1年生全員はイメトレではなく基礎練習に立ち返って少しでも自分を変えようとしていた。夕方、再びグラウンドでパレードの練習。隊列も演奏もまだ揃ってはいないが、表情はちょっと楽しげになっている。サッカー部もノリノリだ。今見たら、まあ、The soccer team enjoyed it。まあまだまだですけど、できることはできたと思うんで、明日も本当に頑張って臨みたいと思います。続いて2、3年生48人と打楽器パートの1年生9人でマーチングの練習だ。16人でビートを刻む初めてのシングシングシング。するとちょっと前来い、 BD も前来い。ここへスネア持ってきてくれるか。横山コーチはスネアドラム、シンバルの6人とバスドラムの4人と前方の両端へ急遽配置転換。打楽器パートを3カ所に分けることにした。だがその10人のうち2年生は2人だけ。あとの8人は1年生ばかりだ。大丈夫だろうか。明日はこういう感じで動くということですか。はい、持ってきます。すごいな、チャレンジです。後ろでね、なんぼやってもね、はい、楽しく見えへんのですよ。それやったら前出してきて3カ所でリズムがつながってると面白いかなと思って。なるほどね。5月13日プラスエキスポ本番。この日大阪の万博記念公園に集まったのはおよそ7000人。関西最大の吹奏楽イベントだ。12時パレードが始まった。トップを飾るのは京都立花高校だ。泣きながら練習してきた甲斐あって114人の動きはこの日見事に揃っている。あの島さんも今日は笑顔だ。そしておよそ30分でパレードを終えると、午後3時、今度はメイン会場でのマーチングだ。トラブル大丈夫か？シベナです。足の爪が剥がれました。マーチングメンバーは立花の勝負服、オレンジの衣装に着替えた。もう後へは引けない。前半は2、3年生48人だけで演技をする。そしてシングシングシングのイントロに乗ってバスドラム隊が位置につく。1年生たちの挑戦の始まりだ。シングシングシングのイントロに乗ってバスドラム隊が位置につく。1年生たちの挑戦の始まりだ。体の動きが微妙にずれる。スネアシンバル隊はまずまずのようだ。
半はスタミナ切れでビートがバラバラだ。志麻さんも顔が死んでいる。Oh my god, you know, it's like I watched them, right? It's like it made me want to work more, want to work harder more, because you just see like the hard work, guys. You just see all the stuff to go through, all the sacrifice, all the motivation, all the frustration, you know, and then at the end you just see this masterpiece, you know. So it's something that is so excited to see. And also give people hope, like, you know, whatever you're doing, just don't give up, you know. Even when you fail, you just get up and just do it again, because at the end, you know, you will come out very, 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 very successful. Thank you so much for spending time with Supermom Go. Remember, you were born to do great things. Bye, guys.